別なんもないよ今日喋りたいことちなみになん,もな,んならもうあもう配信サボろっ今日パチンコ負けたし最新サーボろ明日もパチンコ行こうふー人生最高ーってなってたけどなんか全然普通に雑談ぐらいならやりたいなと思ってつけました数字数字数字欲しい8万ぐらい数字欲しい雑談で8万人呼んだら最強になれるのに数字欲しい サボる義務感でで配信してたんですか見損ないましたいいえサボるっていうのはうワンピースに出てくるサボにかけたことですサボるサボはどこにいますか革命軍そうこの配信界隈に革命を起こしたいそのつもりで僕は今発言したんだこの配信をサボる配信で革命を起こすわかりましたかんじさんアリケン高気圧酸素カプセル買ってレビューして 俺あれなら買ったよシンジデブが寝るるにつけるやつけやなんだっけパシフィックじゃなくてなんだっけあれシーパップそう。シンジ俺シーパップなら買ったよ。俺シーパップのレビューならできるよ。サンスカプセルはどっちかっていうとベジータのあれだよ。え さあえつけたことあるシンじえつけたことあるすげえぞ c パップえだってさ酸素カプセルも結局さ効果あるのって口と鼻から吸うわけでしょ c パップもだってもうここ,こに直接だぜちなみに c パップ今もうつけてないんだけど俺実家にいる時に普通に c パップつけて寝てたんだけどなんか病院に行ったら安くで買えるけどなんか俺は普通になんか定価で買ってみて興味本心でね興味津々でん興味本位で 買っってつけけたんだけどめっちゃスッキリするよ頭ちなみにめちゃめちゃ頭すっきりするけどめんどくさいのがつけるじゃんで俺ら配信者ってさ寝るじゃんで起きるじゃんあなんか寝れねえなって動き出すときあるじゃんそれの移動があんまりできなくなるのがだるかったね夜邪魔にならんのいや別熟睡すれば大丈夫だったよ余裕で呼吸じゃなくて頭のそう頭にこうやってつけるんだよこうやって鼻鼻にこうやってでスイッチパスッとしたらシュ 知ってる c p ッ p ってメモリー機能がついててメモリーカードあるじゃん USB みたいなのちっちゃいマイクロ s d かあれさして俺の呼吸寝てる時の呼吸のタイミングを全部録音っていうか覚えててくれて俺の呼吸と同じタイミングで酸素が出るようになるんだよすごくないみたいな。 そういうの普通の人もつけるあ違う太っててあの寝てる時に息が止まる人だけつけるんだけどみんなねあのー、寝れない人寝て体の疲れが取れない人あの糖分の取りすぎですてめえに言われたくないよっていう気持ちをするのはやいや分かりますけど待ってくださいガチですこれ糖分取りすぎてるとマジで疲れ取れません僕病院に行って血糖値高すぎて医者に死ぬよって言われたことあってあの糖を抜きながら生活しててめちゃめちゃ糖を取ってた頃と糖が普通以下になった今と昔を比べてるんですけどマジ マジで今の方が疲れとりますなんなら俺2年前よりバリ元気です今の方が 俺,俺がちゃんと太ってもう血糖値を200300台にしてから検証した結果だから今60とか70になってるけど俺血糖値ジュース1日1本えやばいやばい俺飲まないもんもうジュース2年に1本も飲んでないもんごめん嘘ついたわ半年に1本とかかなでもマジであの寝れるようになる寝落ちがマジで早い寝た時の回復力がレベルが違うあと二度寝できるようになるこれがねでかい あのね、俺、2年前、マジで毎日、CC レモンを、1日、500ミリリットルを4本とか3本飲んでる時期あったのその時の睡眠って、寝る、3時間後に起きる、もう一回寝ようとする、寝れない、寝れない、寝れない、それで1時間ぐらい使う、ああ、寝れねえ、じゃあゲームしよう、ゲームする、で、2、3時間ゲームして、また3時間寝るみたいな生活をしてました。でも今、もうちゃんと決まった時間に寝て、決まった時間に起きる。で、起きたら、ちゃんと元気になる、あーよく寝たって思う。 マジで。ちなみにこれ本当に飲んでるものと、俺全然全く運動してないんだけど、食生活だけでめっちゃ寝れるようになったから。いや、睡眠と糖分の関係はマジであると思うよ。でも俺の配信見てる人も、2年前の俺の感じと今多分今の方が元気そうに見えてると思う。普通に。なんか多分昔の方がね、多分ね、顔色も悪かったと思うんだよね。だから俺はね、もうね、自分の体で検証した。マジで変わる。あともう一個。あともう一個あります。あの、便通が超良くなったね。

そうそうそう,そうだあくびも俺マジでなくなったんだよ本当になくなったんだよあくびだから多分ね撮ってるとうと睡眠ってのは一緒っていうかあると思うよあ確かに YouTube にいるときより配信時間が伸びたのはあるかもしれないね 確かにそれはあるわ。だからみんなもね、寝れないなとか思ってる人は、一回糖分とかカフェイン抜いた方がいいと思う。ジュース一ヶ月に一回、俺も一ヶ月に一回も飲まないな。普通に飯食い行くときは俺もう酒も飲まないようにしてるもん。飲まないようにってか飲めないし。お店行っても基本ウーロン茶とか飲んでるな。一番ムカつくのがさ、飯食いに行ってさ、居酒屋とかに0キロカロリーのものが置いてないからさ、ウーロン茶しか飲めねえんだよな。あれだリーよな。 炭酸水は炭酸水たまに置いてるところはあるけど炭酸水だけ提供してない店あるんだよなだからもう俺はもう居酒屋とか行くともうウーロン茶しか飲んでないわそういたよな中学校とか高校の時にさ一生ゴゴティーとかさなんかくまったるそうなもの飲んでたりしてたやん俺らもうあれがよくないんだよやっぱ な高校生でもう金持つじゃん大体でみんな自分の好きなものばっか飲んでいくじゃんもうあそこでもう依存症になってそのまま大人になって家に帰ったらもうそれしか飲まなくなって今の俺らがあるんだよえそう俺は高校の頃からマジでもう一生もう飲んでたなもう若い頃は消費カロリー多いからよかったい,いえ飲んでたね俺はマジでああ俺はまだ若いから大丈夫だろうと思いながら飲んでたわだからやっぱそこでジュースの味しか分からない 分からずに育ってきた俺らは大人になってからジュースをやめれなくなって地獄を見るようになったんだよいや高校生で水しか飲んでないのお前最強だよお前もうそのままでいろマジで後悔するジュースなんて飲んでたらマジ終わるいやもうビールとか俺もう酒絶対飲まないから俺若いうちもダメなのそれそうだろう。 依存しちゃうんだって1年2年飲んでると依存ってもうやめれないからね普通俺は死への恐怖でやめれたけどでもそれがない人は多分飲み続けるだろうしなマジみんな気をつけほんとにほんとにみんな気をつけや。